ジチャンネル。こちらの伊良部島のヘブンというこんなおしゃれな可愛い施設でやってまいりました。イエイ。2泊3日と短い時間ですが、こちらで家族みんなで楽しんでいきたいと思います。そう、可愛いの。こっちが女子部屋、こっちが性部屋。すごい。こちらにジャグジーがありまして、超かわいい。でコアちゃんのお部屋がこちらとなっております。誰もいない。うん、ここママとパパと空とねんねするよ。イエーイ。バイバイやん。ここめっちゃいい。今回は宮古島のなんていう島だ、なんたら島、なんたら島。たーくんは京都で仕事がありまして、京都の仕事が終わってからこっちに夜かな到着する感じになります。なので最初に私たちと子供と、今回ちょっと撮影をねさせていただくということで、いっちゃんも来てくれまして、そんな感じのメンツで話しみたいと思います。時期的には東京はめちゃめちゃ寒い時期なんですけど、やっぱ沖縄はめちゃめちゃ暑いです。なので長袖だから半袖に着替えて、今からちょっとぐるーっと散策しに行きたいと思います。あ、ランキミージャグジープールに入っております。こんな感じでここでご飯食べれたりする。気持ちいい。うわーい。さすが泉。さすが泉。痛いね。でもコア足ついてみた。ねえ。真ん中ちょうどいい。ちょうどいい。見える。氷氷。硬いからあげらんないよ。氷。もっと水入れな。あ、冷たい。お前よくなったら。めっちゃいいよその感じ。笑って。いいよいいよ。軽食食べに行きたいと思います。トイレだってここ。ここはそこ立って。トイレがもう。洒落とる。洒落とる。軽食を食べに来ました。メニュー、ポテト3種を頼みまして、私の大好きなガーリックシュリンプを頼みまして、このアングルで、このアングルちょっと待って、これこの空間で軽食をいただきます。乾杯。乾杯。今日飛行機を乗る前にお蕎麦を食べて、立ち食いそばを食べてきた感じで、今軽く軽食を食べて、多分7時ぐらいにたーくんが来るので、そしたら今日はバーベキューします。最高。たーくん何時に食べるの。蜜だね。かわいい。これはバイクなのかな、車なのかな。普通免許で。普通免許、あ、じゃあ行けるんだ。ハンドルすげえいかつ。ハンドルいかつ。これ海の中行けんですか。中はダメです。最高。
奈良、奈良じゃないでしょ。いや違うと思う。クビはしてたもんね。お久しぶりです。すごい到着。うん、マジで最高な時間帯だと思われる。え、これはマングローブの仲間じゃないんだ。普通の葉っぱ。最高。いい時間来たね。いや、いい、完璧な時間。うん。ここは泳げる。最高じゃない。まあまあ、でも遠浅でそんな深くないです。あ、そっかそっか。どう？この穴どうですか？この穴、あ、この穴、そっちゃん、この穴。あ、そっちやばそう。ここやばい。それやばそう。穴し。ポリシー、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 頑張れ。ポリシー。いい開脚。ポリシー。どの辺にいるかね。あ、待って、空やばい。これちょっとさ、話が違う。これ絶対でかいやつ。やばい。一番後ろおかしいぞ。後ろ。一番後ろ。事故事故。一番後ろおかしいぞ。一番後ろがおかしいぞ。一人だけ体育館の中におる。頑張れ。もう一回、もう一回。もう一回。オッケー。いた？取って。カバン入れて、カバン、カバンポイして。ママのところ、やったじゃん。はい、やったー。最高やん。うい、ナイスワン。いいです。ウハウハです。おいね、伸びてるよ。待ちかい。はい、こちらね、お泊まりする場所に帰ってきまして、いい感じにすごいライトアップされて、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。最高だよ。最高でございます。最高や。ここはおいで。はい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 。ビービーキュー。あ、二人して乾杯した？乾杯。せーの、乾杯。何それ？ジンジャーエール。私の。はい。ありがとうございます。ジンジャーエールですね。美味しい、いただいております。はい、どうぞ。わあ、これ何肉だ？エルボンステーキです。エルボンステーキ。子供ソーセージ好きやな。うん、これね、めっちゃ美味しいんですよ。え、絶対美味しいよ。おすすめです。トラブルのサンバで、夏川りみさんが歌ったラダーソーソーね、お送りしていきたいと思います。できる、そっちゃん。君さんの一つ私にください。
で皆さんにお知らせがございます。なんと現在こちらのコラーゲンモイスチャースキンベースがですね、全国のロフトさんにてお買い求めいただけるようになりました。ありがとうございます。こちらのスキンベースはですね、美容液なのに肌を綺麗に見せてくれる美容液下地となっております。1本で保湿、張り、
ツヤケア、毛穴カバー、トーンアップをしてくれます。もうね、本当にこれはもうウォーターって感じで、もうみずみずしくって伸びもよくって、つけた感じもすごく気持ちいい使用感になってるので、これからの時期ね、乾燥すると思うんですけど、保湿すごいしっかりしてくれるので、ぜひこれからの季節めちゃめちゃおすすめアイテムとなっております。ロフトの店舗の方では、このスキンベースをお試しいただけるようにテスターも用意してございます。この商品はですね、期間限定販売になってるので、ぜひお近くのロフトをチェックしてみてください。そしてなんとですね、こちらもびっくり、10月末よりじゃん、こちらのイリュンのパックなんですけど、こちらがなんとドンキホーテさんで発売することになりました。めちゃめちゃ嬉しい。これはですね、1枚売りから7枚の箱売り、そして店舗によっては1枚ずつのパックの入ったイントロセットも発売になるそうです。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。なので、もうちょっと身近にイリュンを感じてもらえるかなというところで、まだまだ使ったことないよっていう方だったりとか、見たことあるけど使ったことないなっていう方とかは、ぜひね、そのイントロセットだったりとか1枚売りから試してもらって、自分に合ったパックを見つけてもらえたら嬉しいなと思っております。取り扱いの店舗に関しましては、イリュンのサイトの方からぜひチェックしてみてください。はい、ということで、これからね、今まで使ったことない方にも、もっともっとイリュンっていうものを広がっていただけるように、今後もいろんなアイテムとか開発していきたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、ということで、私もね、ドンキだったりとかロフトさんに行って見てみたいなと思っておりますので、皆さんもぜひ足を運んでみてください。ということで、以上、私からのお知らせでした。バイバイ。